ちゃっ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、DeNA の、まあ、元 DeNA になってしまいましたが、今永投手がカブスに、なあ、はい、決まったというのがなんか面白いね、うん、大谷と由伸、そうね、ダルビッシュと松井、はい、で鈴木誠也と今永みたいなね、はい、ダブルでいるというね。いや、なんか不思議な構図になりましたね。いやだけど、なんていうの、一人でいるのと、はい、やっぱ仲間が一人いるのと、うん、では精神的な安定が全然違うだろうね、先輩がいるっていうことは。まあ、そうですね。あとやっぱり日本人の選手が一人でもいると、日本も喋れるからな、うん、そうなんですよ。まあ、それだけでもちょっとね、ストレス解消になるかなっていうふうには思うけどな、うん、はい、で結局その4球団5球団ぐらい、まあ、エンゼルスだったりジャイアンツだったり、はい、レッドソックス、このカブスも含めあったんですが、まあ、最終的にはカブスと4年総額で約77億1000万円で、出来高次第では跳ね上がります、116億4000万円というふうにアメリカでは報道されているということで、うん、出来高がちょっとものすごいことになってすごいな。そうなんです。出来高でいわゆるカブスよりももっといい条件を提示した球団もあったというふうにこの記事は書いてあるんですけど、でもね、今永らしいな、うんうん、やっぱその働かないのに大金いらないよって、うん、やったらくださいみたいな、まあ、そういう男らしさっていうのは今永あるしね、はい、うん、だからやってないものをもらうっていうほどプレッシャーがかかるものっていうのはないというかさ、はい、少し低く設定されてもやったらくださいみたいな、うん、なんかこう潔さというかさ、はい、男らしさはあるよね。ですよね、うん、あとやっぱ代理人の方が非常にうまく交渉を進めていったんだなまあなあ、オプトアウト権もついてるので、まあそうだな、辞めるって言ったら辞めれるっていうな、こちら側が、あ、まあいい条件かな。ですよ ね、まあ、レッドソックスはまあ資金難だからもうちょっと撤退するなんていう報道も出てたり、サンフランシスコジャイアンツもサイヤングの投手を取ったのでどうなるんだろうって言われてる中で、まあ、カブスだったりあとエンゼルスが、まあ、大谷投手を放出してしまったのでエンゼルスも獲得に非常に意欲的だった。サンフランシスコはね、なんかもう廃墟になりつつあるな、うん、全部こう撤退してるというかさ、サンフランシスコ、じゃあなんかあるんですかね。いや、いろんな企業がね、あ、撤退してるというですね。だからサンフランシスコに行くよりはカブスに行った方が、うん、まあ、絶対良かったのかなっていうふうには思うけどね。なるほど、うん、まあだけど、まあ、吉野部の時なんかはね、はい、ちょっと動画撮れなかったんだけども、うん、まあ、吉野部もね、投手事情最高額っていうすごいよな、はい、あれがプレッシャーならなければいいなっていうふうに思うけどもね。で、山本由伸投手も最初はニューヨークの2球団じゃないかと、はい、メッツとヤンキースとって言われたところで、そのドジャースがいきなりその大谷選手との、あの会食の席の写真が上がってきたじゃないですか。あれで一気に情勢が変わってたのかな。いやいや、もうなんかこう GM かなんか社長かなんかドジャースの口滑らしてたよね。監督、監督だっけ、なんか滑らしてたよね。お前なんてこと言うんだみたいな。大谷選手の時もなんか滑らしましたよね。そうだね、まあだから大体分かったけどもさ、うん、大谷の力っていうの大きかったな。大きかったですね。で、あの大谷もそうだけども、やっぱり優勝したいんだよね、うんうん、ね、あと残されてるっていうのはメジャーのやっぱ優勝だと思う。ワールドシリーズを勝ち抜くという、そのためには山本由伸っていう人間がね、いてくれるとより近くなるっていうふうに、まあ、考えて大谷も一緒になんか口説いたみたいな、そういう記事をね見たけども、やっぱ大谷選手が同席して直接やっぱり一緒にこのチームで優勝しようって言われたら傾きますよね。傾くよな、うん、ニューヨークから一気にもうね、なんかね1チーム日本人のローテーション組んでくれないかなみたいな思いますよね。ダルビッシュもいて松井もいてみたいな、今永もいてみたいな。本当ですね、そう、面白いと思うけどな。だから一時期もしかしたら今永投手もドジャース行くんじゃないかって。いや俺も行くかなと思ってたけどないやね、そうですよね。だからドジャースがもう日本も含めて本当にファン層を広げるというかさ、うん、いや本当ですよ、うん、まあだけどな、今永がよくカブス行ったなと思ってさ。そうですね、まあ、ドジャースの話も多少あったとは思うけどもね、うんうん、まあ、DeNA に残る契約金とかよりかはもうはるかにね、全然すごい金額で行ったっていう。まあそうだな、はい、まあ、だけど
まあ、今永も、ね、カブスでどういう活躍できるかどうかわからないけども、うん、言ってたよね、まっすぐはやっぱこうメジャーで通用する一流のボールを持ってるという、うん、だからまっすぐがいいっていうのは一番の武器だっていうふうには記事ではなってたけどもね。だけど日本で投げてる時にはさ、そういう向かっていくことが一発を食らうことになってたから、まあそれはピッチャーの美学かもわからないけども、うん、だからそこら辺はこうかわしていけるようにこれから工夫していくとな、はい、いや勝てるピッチャーになるかなっていうふうには思うけどな。去年本当に3月に WBC があって、その準決勝決勝とやっぱり本場のアメリカで戦えて、その姿をやっぱメジャーリーグの関係者が見てた、先発してるからな、はい、その決勝でそれもやっぱ大きかったんだろうな。いやそれは大きいよ、うん、決勝で先発ができるピッチャーっていうのは特別な人間だという見方するよね。そうですよ、そりゃそうだよ、相手がアメリカだし。そうそうそうなんですよ、うん、そうなってきてその試合をしっかり作りみたいなことになってくるとさ、やっぱ欲しくなるよね。ですよね。だから山本由伸投手はもうずっとの成績ってありましたけど、松井裕樹投手、今永投手っていうのは、ね、WBC 組でより思いは強くなったでしょうし、メジャーリーグ関係者も間近で見られたっていうのが、いやだから時期早々でさ、うん、金の卵たちばっかりだったと思うよ、はい、だから取りたいけどまだ時期的にはね取れないというか、うん、まあ、そういう選手がたくさん日本の中にはいたな。ですよね。そう思うと去年すごい大会でしたね。もうすぐ1年になりますけど。もうそうなるな。はい、1年前ですけど。ああ、なんかダルが恋しくなってきたな。あ、ちょうど1年ですね。会いたくなってきたね。そう、でもダルビッシュといえば3月20日、21、20日のあの韓国でのメジャーリーグの開幕戦がパドレス対ドジャースなんですよ。そうよ。もうすごい、これどういう試合なんだろう。でも韓国の報道を見てると、うん、いやもう来ないでくれみたいな、大変なことになるからみたいな。まあでも大変なことになるでしょうねっていうふうに、まあ言われてるよね。そのぐらいやっぱり大イベントになってるよね。これってもしかするとパドレス先発ダルビッシュ投手、ドジャース先発山本投手で、パドレス例えば後ろに行くと松井裕樹投手出てくるとか、大谷選手が入るとか。でもやっぱり韓国でも人気なのかね、そこら辺は。まあでも大谷選手とか人気でしょうね。いやそれはまあそりゃそうだよ、うん、それは世界的な選手だし、あとまあ、ダルビッシュもそうだし、あと日本から行くっていうファンが多いんですよ。いや多いと思うよ、これは。まあ、取れないと思いますけど、取れないよな、うん、なんとか手配してくれんかなどなたか、どなたか、まあ、いやでも今年日本のプロ野球も見て、豊さん、メジャーもさらにまた見て寝不足が続きますね。まあ、そうなんだけどさ、うん、行くのは全然いいんだけどさ、うん、日本のレベルがだん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 下がってくるんじゃないかっていう心配があるんだよね。まあ、いい投手選手、それでも昔よりは上だと思うよ、レベル的にはね、うん、まあ、だけど見たい選手が直に見れないとか、それはアメリカ行ったら見れるんだろうけども、はい、なんかちょっとストレスがたまるというか、寂しい思いがなんかすごく募るな、うん、まあ、そうですね、うん、反面そうですけどね。まあ、応援はしてるけども、なんか寂しい反面もあるというね、うんうんうん、ただまあでも行ったからにはね、いやいや、そりゃ頑張ってほしいしな、うん、まあ今永が投げて鈴木誠也のホームランで勝ったとかさ、でダルビッシュが投げて松井裕樹が抑えたとかね、まあ、失敗してダルビッシュが頭をこつかれてるとかさはい、はい、まあまあまあそんなもんなんか、まあ、笑いながらだろうけどもさ、ね、そうですよね。あと山本由伸投手が投げて大谷が打つとか、つとか、ね、そうですね、俺はもう楽しみがもういっぱいになったな。ありましたね、うん、でもね、今永投手も、まあ、交渉期限が日本時間の12日の午前中というふうに言われてましたけれども、はい、まあ、その数日前に、まあ、決まって、まあまあ、でもほぼほぼ決まってたんだと思うよ。ある程度はもう詰める問題だったと思うし、うん、だからその期限に間に合わないとか、うん、そんなレベルの選手じゃないからさ、あ、そうですよね、うん、だから心配してなかったけども、まあ、どこに行くのかなって、カブスだっていうのはちょっと頭になかったな。はい、ちょっとそうですね、うん、なんか西海岸の方かなっていう風に、うん、まあ、最初は東かなと思ったけど、西に傾いてって結局真ん中行ったみたいな。まあそうですね、中間取ったんだなって。本当だよな、うん、ですけどね。まあでもな、日本のプロ野球を代表してるし、その中で DeNA としてね、はい、送り出したっていう、うん、そういう思いもあるしね、はい、だから頑張ってほしいなっていう風には思います。そうですね、はい。